パラアーチェリーは本当に15分で1試合終わるんですよ。本当に観客の皆さんが本当にトイレ行ってる暇もないぐらい皆さんが僕を応援しに来てくれたんなら、僕の試合が始まったらもう皆さんがこう一緒の気持ちになれるんですよね。僕自身も集中してるし、観客の皆さんもシーンってした状態のまま一本ポンって打つじゃないですか。的に当たった画面に的が当たってるのを見るんですけど、その画面も僕も観客の皆さんも同じ画面を見るんですよ。でどこに当たったで何点っていう実況が読み上げる。でそこで僕も10点に当たったらよっしゃって思うし、観客の皆さんも多分よっしゃって思うんですよ。だから本当に選手と観客が一体になれるスポーツ。まあ試合を楽しめること、すごい楽しめるし、でプラス思考、例えば予選で72本打つ勝負があるんですが、その時に、まあ、順位が6本ずつ発表されているんですよ。6本終わった時点で何位、で12本終わった時点で何位って出てくるんですけど、その順位に対して1位だったらやっぱり下から追われるのってすごい怖いんですよ。やばい1位だ、逃げ切らないとって思っちゃうんですけど、僕が1位やった時はどんだけこいつら話せるかなって思っちゃうし、で逆に低い順位やった時はこっからどこまで巻き戻したらマッチ戦の時いい位置に自分がいけるかなとか、いろいろそういうプラスに捉えちゃうんですよ全部。アスリートの本を結構読んだりするんですよね、はい、イチロー選手、まあ、野球好きなんでイチロー選手とか、はい、あとはもう本当に僕が目指すところ新庄剛志選手とか本を読むんですよ、はい、皆さんやっぱプラス思考ですよね。プラス思考やし堂々と構えてる、はい、まあ、そういうところを、まあ、読んでいって多分僕の頭の中にそういう考えが入ってきたんだと思うんですけど、パラリンピックの会場を満員にして金メダルっていう、はい、ずっと言い続けることが4年が経った5年に伸びただけなんで、そこは変わらずやっていきたいなと。応援に来てくれた人たちがよかった、すごい楽しかったって、最後結果がどうであれすごい楽しかった、上山選手応援してきてよかったですって言えるビジョンはすごい見えてます。そこが最高ですよね